ご来店ありがとうございます。皆さんこんばんは。新宿2丁目アニソンバーエメグリのママのゆいでございます。皆さんどうお過ごしでございますでしょうか。というわけで本日も始まりましたエメグリ放送局でございます。一つのテーマを発表して、いろいろお話をしていく番組でございます。はい、というわけで本日はですね、私とても怒っておりますよ。この間とある映画を見てとても怒っておりますはい、それでは本日のテーマを発表したいと思います。本日のテーマはこちらでございます。ドラゴンボールエボリューション。いや、拍手もしませんよ。パチパチも今回はしません本当にもうね、私本当にこの映画を見て、まあドラゴンボール、皆さん全世界で大ヒットしてる、もう皆さんご存知のドラゴンボールでございます。それの実写の映画なんですけども、ドラゴンボールエボリューションというのが2009年に公開されている作品なんですけども、今はねとてもいい時代などで配信もされていて、なんか前からねなんとなく気にはなってたんだけど、まあ基本ね私実写にそんなに興味がないので、どうしようかなと思ったんですけど、なんかすごい暇な日があって怖いものを見たさで見ようかなと思ったら、本当に3文字で言うと本当にひどすぎる。あ、3文字じゃなくなっちゃったひどすぎるよ本当に。なんかね、軽くウィキペディアを見ながら説明しますね。ドラゴンボールエボリューション、2009年公開のアメリカ合衆国の映画作品です。鳥山明の漫画作品ドラゴンボールを実写で映画化した作品である、こちらですね、ドラゴンボールシリーズ生誕25周年記念作品らしいんですけど、どうしてこれが25周年記念作品なのか本当に私は頭を抱えますけれども、いや本当に。で、なんか簡単にお話しすると、ドラゴンボール知ってる方が多分ほとんどだと思いながら喋りますけど、そうだ、あと一応、ネタバレとかも、いろいろお話ししていくので、ネタバレが聞きたくない方は聞かないでください。ドラゴンボールっていう漫画の、悟空がブルマに出会って、いろんなね、いろんなじゃない、ドラゴンボールを探しに行く物語が最初始まるじゃないですか。それで初めてシェンロンが出てくるあたりぐらいまでのお話を実写化してるんですけれども、もう出てくるのが、孫悟空、ブルマ、亀仙人、ヤムチャ、父孫悟飯で、この孫悟飯は、育ての親の方の孫悟飯ですね。孫悟空をね、育ててくれたおじいちゃんの名前が孫悟飯って名前なんですけども、息子の方の悟飯じゃないです、が基本出てきて、敵役で、ピッコロ大魔王で、マイっていう女の子が出てきます。あとちらほら出てくるんですけども、基本その主要メンバーはそのメンバーが出てきて、もう何から話せばいいんだろう、本当もう怒り心頭ですよ本当に。そもそもさ、漫画の世界観をさ実写化するって相当な苦労だと思うんですけれども、なんかこの作品はね、もう本当一言で言うと作品に対するリスペクトがなさすぎて、ちゃんと本当に漫画を見ましたかって100回ぐらい聞きたい本当にアニメーション見ましたかみたいな、せめて。でアニメからね、アニメからじゃない、実写からアニメーションに移行するタイミングでも、ちょっとしたさ、変更があったりとか、漫画には出てこなかったキャラクターが出てきたりとか、そういう変更とかもいろいろあるじゃないですか。私的にはね、それも本当に嫌だけど、例えばそれがあった時点で本当に、見なくなったりとか、ダメになっちゃうんですけど、なぜそれをするのかが私には本当にわからないんですよね。
本当に。でましてやね、そのまあアニメーションがやって、まあ漫画があってアニメーションがあって、その後まあ実写化ね、突然実写化するアニメとかはそんなにないような気もするんだけど、まあ派生していくじゃないですか。でもうちゃんとしてとしか思わないですね、本当に。でまあこの物語的にね、なんかこのまあ悟空、まあこの物語的にね、もうそのエボリューションのお話に戻りますけれども、まあなんて言ったらいいの、なぜかね、普通に悟空は学園生活を満喫してるし、満喫してるっていうか学園になんか学校に通ったりとかしてるし、でそこで父と出会うんですけども、でなんか本当によくわからない展開がどん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 進んでいくんですよ、本当に。なぜかフルで、まあ映画じゃない、英語でのアメリカの作品なので、英語で喋ってて、私は字幕で見たんですけども、まあ、吹き替えがあるかちょっとそれはわからないんですけども、それで見てて、なんか名前だけはね忠実に名前を日本語名で呼ぶようにしてて、まあ日本語名っていうかそのキャラクター名か、キャラクター名のまま呼んでるのがマジで本当におかしくて、もう片言なんですよ本当に。悟空とかあとね、父を呼ぶ時の本当父とかいや本当に笑わせないでと思いながら、なんかもうここまでいろいろ変えるんだったらさ、なんかこう、いやキャラクター名もさ、なんか英語で呼びやすいキャラクター名に変えればよかったのにって本当に思ってる、逆に。そう、もう本当にピコロみたいななんでもうそこだけ片言なのよって本当に。でなんか私一個だけ言いたいんですけど、なんて言ったらいいの、その役をねいただいたその役者さんたちには本当に罪はないと思ってるんですよ。なんかこう与えられたものを演じなきゃいけない、本当に。まあそれをねやるのが役者さんのお仕事じゃないですか。でこれを制作ね、演出とかしてるその制作サイドが本当にダメだと思う。もうねトータル本当にダメだったし、ピッコロの出現の仕方もなんか変な感じだったし、あとねピッコロ大魔王とそのさっき言ったマイっていうのが敵役で結構出てくるんですけど、そのマイちゃんってもともとレッドリボングにいたおかっぱのね女の子の役な子なんだけど、なぜかピッコロと一緒にドラゴンボールを奪おうとして、なんかピッコロの手下みたいな感じの立ち位置でいて、なんかあれってもうあれっていうことが多すぎて、何から不満を言っていけばいいのかわからないぐらいなんですけれども。であとね、なんかちょっと一個だけ本当にショックだったのが、まあトータルねドラゴンボールエボリューションの出来がマジで良くなかったっていう印象が残った中で、亀仙人役の俳優さんがなんか見たことあるおじさんだなと思って、なんかこのおじさんすごい見たことあると思って、後でちょっと調べたら、まさかのめちゃくちゃ有名なチョ・ユンファさんだったっていうね。まあ、チョ・ユンファさんっていうのはなんかね一時期日本で香港映画ブームみたいのが昔あったんですよ、結構前ですけど。その時に結構活躍してた方で、まあ男たちの挽歌とかっていうシリーズが結構大ヒットしたりとか、あと、まあ、世界的に有名な作品だったらグリーンデスティニーっていう作品にも出てて、もうほんと世界的に活躍しているチョ・ユンファさんっていうすごく有名な俳優さんがいるんだけど、まさかのその人が出てて、なんかこんなくだらない作品にこの方が出てるなんてちょっとショックと思いながら本当にもう言葉にならないって感じで、あともう一個ね、舞ちゃん役、その舞って役の人が、この人もなんかすごい見覚えあるわと思ったら、まさかの田村えり子さんっていうね、この方もね結構日本で結構本当に昔ですけど、昭和から平成のねぐらいの間で活躍された日本のアイドルの方なんですけども、
なんかね、本当にこの人顔が、もう顔が、なんて言ったの、顔面が無敵なぐらいめちゃくちゃ綺麗な人だったんですよ、本当に。まあ今でも綺麗ですけど、で、なんかハリウッドに行って、女優として活動してるのはなんかニュースとかで見たことはあったんですけど、まさかのね、田村英里子が出てて、え、あのカッパの人は田村英里子だったんだと思いながら見てたら、まあなんか若干感慨深くなっていや本当に、でもいやマジで本当に、いや本当に許せない。もうなんかね、真面目に仕事してとしか思ってないんですよ。で、まあこれウィキペディア情報ですけど、そのね、演出に関わった方がね、一応後々謝ってはいるんですけど、謝ってはいるっていうかね、なんかね、お金に目がくらんだんだって信じられないよね。お金に目がくらんで、書いてあるのをちょっと読むね。なんかね、この映画のことをね、酷評する人も少なくなかったらしくて、で、脚本家の方がこのことについて海外のドラゴンボールファンサイトでインタビューでね、答えてるんだけど、ドラゴンボールエボリューションは私にとってとても大きな汚点となりました。脚本家として関わった作品が世界中で罵られるのは辛いちょっと待って、笑っちゃう世界中から苦情のメールが届いて心が折れそうです。私は何年も批判から気をそらそうとしましたが、脚本を書いたのは私です。ファンの皆さんががっかりさせてしまった責任は他でもない自分にあります。最善を尽くしましたが、結局この映画を失楽させてしまいました。私はドラゴンボール、ここ大事よ、私はドラゴンボールのファンではなかったのに、支払われる大金に目がくらんでしまいました。情熱もないのに取り組んでも良い作品どころか、時には薄っぺらいゴミができてしまうことを学びました。もし自分が愛し期待していた作品ががっかりなものになったら、どんな気持ちか私にもわかります。全てのドラゴンボールファンの皆さん、心からお詫びいたします、と語ってるそうなんですよ。いやー、もう本当にその通りだと思いますよ本当にまあ私一人じゃなくて、もう全国のドラゴンボールファンが嘆いたことだと思いますね。まあなんかまあちょっと前向きに捉えてみたら、もう本当に全く別物のドラゴンボールとしてか、もうドラゴンボールのパロディだと思って見たら面白く見れるかも。なんか私も一応多分それぐらいの趣で一応見ましたよ。なんか自信になるってやっぱりがっかり要素が多いので、真剣に見るのはやめようみたいな。なんかちょっとウケる、何これどうしてこうなったの、ウケるみたいな感じの感覚で見ようと思ってて、まあそうやって見たら面白、なんかある意味面白かったけど、まあツッコミどころ満載ですけども、まあぜひぜひね、これ各配信サイトにあるのかな。私はアマプラで見ましたけど、アマプラで、今のところだとプライム会員で見れるので、ぜひぜひ怖いもの見たさな方たちはぜひ見ていただきたいなと思います。ちょっと待って、今日熱く語りすぎてしまったかもしれない、本当にごめんなさい強い口調でいろいろ言ってしまったかもしれないですけども、ある意味面白かったドラゴンボールエボリューション、ぜひぜひ見てみてくださいはい、まあこんな感じでですね、一つの作品をレビューしたりとか、自分の感想を言ったりとか、紹介したりとか、いろんなことをやってきますので、ぜひぜひ今後もぜひぜひ聞いてください。というわけで、今回は実写版のドラゴンボールエボリューションをご紹介させていただきました。高評価、グッドボタン、チャンネル登録とかいろいろよろしくお願いいたします。というわけで本日は終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。